保津川橋梁保津川橋梁は、京都府京都市右京区の保津川に架かる、佐賀の観光鉄道佐賀の観光線の鉄道橋である。佐賀の観光線のトロッコ、嵐山駅トロッコ保津橋駅間の保津川に架かる、全長84メートルの橋梁である。もともとは、京都鉄道3位本線の佐賀駅その辺駅間の延伸工事に伴って、佐賀駅亀岡駅間の保津川に仮設された。 橋梁であり、1899年に完成し、同年8月15日より、共用開始した。建設当初は、京都鉄道が、米国 A&P ロバーツ社に発注した、単線した自式極限プラットトラスのものであったが、1922年4月3日に、起きた山陰本線の脱線事故でトラス桁の一部が破損してしまった。破損箇所を修理したものの、 しばらくして1928年に新たに掛け替えられたのが現在のトラス橋である。初代のトラス橋は名古屋車両区にまたがる港の古線道路橋へ転用されて現存している。1989年3月5日に佐賀駅馬堀駅間の複線化に伴う新線への切り替えにより、単線の山院本線急線は廃止され、同時に本橋梁は共用廃止となる。 その後、佐賀駅馬堀駅間の山陰本線急線を、佐賀の観光鉄道佐賀の観光線として1991年4月27日に開業することとなり、本橋梁も再び供用開始となる。二代目の橋梁についての証言である。ありがとうございます。